どうも、PDR さんです。今日は、ちょっとしたお知らせがあります。皆さん、もう気づいてるかもしれませんけど、うん、PDR さん、2週間ぐらい前から、2日に一度、動画を投稿してます。それだけそしてこれからも、 二日に一度動画を投稿していきたいと思います。もう一つお知らせがあります。おう、この前動画に出演したサイボーグジャパンという YouTuber がいたじゃないですか。サイボーグジャパン彼、無事にチャンネル登録者43人突破することができました <laughs> 皆さんありがとうございます <laughs> そして低評価が214。 でもそれは別に PDR さんのせいじゃん。彼のチャンネルに行って低評価は押さないでください。はい。それだけいやー、一回だけテキストだけのサムネの動画作りたかったんですよね。あいおう話かいテキストだけのサムネだとやっぱインパクトが違いますよね。は人が映ってるお知らせ動画はお知らせ動画。みたいな感じじゃないですか。でもテキストだけのお知らせ動画って お知らせどうかみたいな感じじゃないですか相棒はい今日はこれだけなのはい今日出す予定だった動画がちょっとまだ終わらなくて急遽、この動画を作ることになりました最初っからそういうオちはありませんは ういや結構面白かったおうただやっぱりサウスパークのメンバーベリー感はいなめなかったねどういうこと80年代のポップカルチャーへのトリビュート映画だって分かってるし PDR さんは個人的に80年代のポップカルチャーとかすごい好きなんだけどうん映画の前半はしつこいぐらいにねえねえ バク・フューーチャ覚えてるねえねンえ・バルヘイレンのジャンプ覚えてるねえねえアキラ覚えてるねえねえジュランジュラン覚えてるねえねえジョン・ヒューズの映画わかったからってなってでもまあ後半からそれがちょっと抑えめになってあとあのあんまネタバレしたくないけど「シャイニング <laughs>」のシーンあたりからまたちょっと引き寄せられてそっから個人的には良かったんですけど前半は。 ああ、うぜえ <laughs> っていうぐらいポップカルチャー大好きなのに、うぜえ <laughs> ってちょっとなりましたね。でも結構面白いんで、おすすめします。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。通知がたまに欲しかったら、ベルボタンをぜひクリックしてください。このチャンネル6年間やって、今まで多分スケジュールとかほとんどなかったんで、この2日に一遍投稿、続けられるかわかんないですけど、 頑張ります。そして、ツイッターをぜひフォローしてください。もし投稿できなかった場合、ツイッターで何かを言うんで。あと、前回の動画もぜひチェックしてください。では、明後日お会いしましょう。では。